くりドラム講座、ゴスペルチョップス、6連符の巻。ドラム教室スクルド講師の例です。今日は生徒さんからどう叩いてるんですかと、よく聞かれる素敵なフィルインを伝授します。早速譜面です。4拍目裏から始めるのがおしゃれのポイントです。ライドベルを使うのもおしゃれのポイントです。基本的には右左右、足足、左右左左の組み合わせです。では、叩いてみます。ワンモアセ。難易度は高めですが、右左右、足足、右左左さえ乗り越えれば大丈夫です。では、後半もやっていきましょう。と、言いたいところですが無課金の方はここまでになります。私のところまで来てもらえればこれでもかと叩けるようになります。そう、ドラム教室スクルドならね。